ポン酢はお鍋に合うものとそうでないものがありますし、お肉と魚でも合うものが分かれるんですよ。へえ、そうなんだ。っていうか、ポン酢にそんなに種類あったっけ？うつかな味棒を使えば大体外れはありませんから。別に適当に買ってるわけじゃないのよ。でも種類は意外とたくさんあるんですよ。柑橘系の味が濃いものや出汁の味が濃いもの、あとは醤油とのバランスで少なくとも数十通りはあるはずです。じゃあこのポン酢は葵さん的には OK？ 私はバランスがいいものが好きなので、このポン酢も結構好きですよ。まあ私の好みでですけどね。素晴らしい調味料をサンデーにも味合わせてあげようかと思って。さすがに鮭缶は合わないと思うけど。そうかな。チャレンジ精神は大事だよ。チャレンジするのはサンデーだけどね。味の王様にはなれないよ。私のポン酢。葵さん、飲み物足りてますか？あ、大丈夫です。ありがとう。
何やってるのよ、二人とも。平気みたいです。あ、大丈夫ですよ。もうお腹いっぱいです。私は食が細いから。ですね。わかりました。時間かかったね。あなたにとってロックとは何ですか？どうします？もったいないよ。
はどう？おんぶ。そんな重くないでしょ。ま、ひろっち胸は結構でかいけど。ポケットですか？ちょっと恥ずかしいかな。けど、まだ始まってないし、
もっともっと来るんでしょ。入るのかな。ぎゅうぎゅうになると思うけどね。うわぁ、人に酔っちゃいそうだ。人生きれってやつだね。何それ。臭いきれの仲間だと思うけど。何それ。匂いとか熱気とか、多分そんな意味じゃないかな。お姉ちゃんにも見せてあげたかったな。あたしの双葉に。花火なら遠くからでもきっと見えるよ。それじゃ、帰ろうか。そうだね。なんだろうね。なんだろう、気になるね。怖い。待って、お兄ちゃん。